こんにちは、特急便です。2024年3月26日午後4時前です。これから出発します。今日も風が強いもんですから箱の中で撮ってるんですけども、音声は入っていますか？また借金の話、質問が来てますね。個人のローンが通らなかったら事業者向けのカードは取りませんかって言うんですけども、僕はまあ全然ダメです。前オリックスだったかな、オリコだったかな、事業者向けローンしませんか申し込んだこと1回か2回ありますけども、お断りされました。それ以降まあ全然やってません。あと職業欄何書いてますか？ウーバー配達員って書いてますね。ただ最近は内職の方が増えてきたんで、今年の確定申告からはウーバー配達員とインターネット関連事業って入れました。開業届で本当はね訂正すべきなんだけど、そこまでまあ税務署現実的には行ってこないので、そこで訂正すればいいんじゃないかなとは僕の判断ですけども、それでやってます。だいぶ前に開業届の内容を変更するために行ったことあるんですよ。自分の事業の内容が変わったから変更しに行きますって。でもね、受付の方からすると何のために来たのみたいな感じで扱われるんですよね。まあそんなことしなくていいんじゃないかなみたいに言外に言ってるみたいな感じで、まあ厳密に言うとするんだけど、ですのでまあ大丈夫でしょう。それから動画の編集、どんなソフトを使ってますかって来たんですけども、インショットってやつを使ってます。一番最初は違うソフトでやったんですけども、なんかうまくね編集できなくて静止画になっちゃったりしてうまくいかなかったんで、インショットに変えました。でインショットに変えてからは順調です。パソコンで編集するのではなくて、スマートフォンだけで編集してあげています。それからインターネットの審査官になりたいんですけども、どうすればいいですかって質問が来ました。ただ今ね仕事が少ないです。そのインターネットの審査は仕事がほとんどなくなっちゃって、でそのアカウントで、生成 AI、まあ、具体的に言うとバードっていうんですか、それとチャットボットだったかな、そういうのを作っています。ですのでインターネットの審査は今ほとんど仕事がありません。ただ募集はどこかでしてると思います。ワークアットホームとかワークフロムホームで検索すると、英文ですけども、広告のチェックとか、インターネットの閲覧してなんか仕事するみたいな仕事が出てきますから、それに申し込むと応募はできると思います。結構ねいろんな肩書きが必要とかね、学歴が必要とか書いてあるんだけども、それ無視して申し込むことは可能です。ただテストがありますので、それに合格しなければいけないというのと、その後習熟するために1ヶ月ぐらいかな、仕事入ってからのトレーニングがあります。でそれが終わってからもどん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 稼ぐことはできません。最初は時間が遅いです。でだん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 早くなってって、まあ普通にご飯が食べられるようになります。頑張ってください。はい、では出発します。近畿公園です。さっきの家での仕事の話の続きなんですけども、一つだけ注意があって、日本語で在宅勤務とか検索しない方がいいです。絶対いかがわしいものがたくさん出てきます。女性だったらちょっと話すだけで1日3万5万話せますよとかね、で男性向けでもこれはちょっとみたいなものばっかり出てきますので、日本語では検索しない方がいいです。英語で必ず検索して、だいたい外国の企業が出てきますけども、そこでお仕事してもお金をプールする場所がありまして、ペイパルとかありまして、そこからちゃんと、次の日か次の次の日か日本の自分の銀行にお金が入りますから、全然問題ないです。英語で検索してください。で英語が苦手な人でも読み書きできれば問題ないです。最初は機械翻訳でも Google 翻訳でも全然問題ないです。時間かけてやっても問題ないです。僕も英検3級しか持っていません。英検2級は4回落ちました。それでも仕事しています、とりあえずですけども。ですから英語で検索してください。この辺の閑散期っぽい全くならない状態になりました。もう1時間半ぐらいかな、待ってると思うんですけども、
全然なりません。一つドラマを見終わってしまいました。寒いのでちょっとポタリング、サイクリングします。伊藤津崎です。14分熟成一つなりました。キロ単価200円ぐらいです。1ドロップ目1枝です。次初マック、戸端読み屋行きます。2軒目ドロップ潜水長です。奈良公園待機です。キロ単価330円、お好み焼き行ってきます。3軒目ドロップイボリです。1枝で終了しました。今日は3時間37分やりまして3件だけでした。報酬が1375円。これで計算するといくらになるのかなと思ったら380円でした。アメリカの動画でお小遣いアプリ30銭で紹介する人がいて、その中にウーバーアプリって出てきたんですけども、確かにね380円だとお小遣いかもしれない。移動距離は2キロと出ました。でももうちょっと乗ってると思います。今日の運転率は 26% でした。6日前に 27% 記録してまして、今の私の実力がこのくらいだと思います。相場だと思います。1キロ単価は190円から330円でした。ではまた次回です。さよなら。